演奏例、チャング、あるいはチャンゴは、朝鮮半島の伝統的な打楽器である。漢字では、チャンゴ、長鼓と表記される。宮廷音楽から、民衆の音楽であるの音楽、仮面芝居のタルチブまで広いジャンルのリズムを取る、打楽器である。日本の鼓を大きくしたような形状で、霧の木を削った銅に羊、馬、牛、犬などの皮を張る。 胴体と皮を紐で固定しており、紐に挟まっているプジョンでチューニングをする。全体の大きさや使用する皮は演奏する曲のジャンルで異なる。左右の皮は音が異なり、左側は竹の根の先端に丸いものをつけた符、クングルチェを使うか、平手で叩く。右側は竹でできた符、ヨルチェをしならせながら叩く。手首は縦ではなく横に回転させる。 左の符は、左の面を打つばかりではなく、時に腕を伸ばして、右面も打つ。リズムは三拍子が多い。韓国の現代音楽である、サムルノリで必ず用いられる四つの楽器では、チャングは雨を表現している。五国法上を祈る農楽や祖先を祀るプンムルで、親しまれてきた。伝統楽器と表現されることがあるが、伝来や、いつ頃から使用されているかは明らかではない。 現代は、ショーとしてアレンジされた、打法、演技でカビに披露され、古来からの楽曲が正確に伝承、演奏されることはない。ありがとうございます。